信田邦夫は、日本の政治家、元参議院議員。北海道北見市出身。北海道北見人志しごろ高等学校卒業。北海学園大学経済学部二部中退。北見市で農業を営む。1994年北海道、農民連盟本部書記長、北見市農協理事。1997年北海道。 農民連盟委員長を経て1998年の第18回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区より出馬するが落選。その後、2002年に今井清の死去により繰り上げ当選する。2004年の参院選では再び比例区より出馬するが26名中20位で辞典となり落選。この選挙に際し、 北見地区農民連盟の幹部らが買収を行ったとして公職選挙法違反で起訴され2005年4月27日に東京高等裁判所より連座制の適用を受け参議院比例区からの5年間の立候補禁止とされた北海学園北見短期大学経営学科非常勤講師を務めたこともある m ネット2004年2月国会議員への 民法改正に関するアンケート国会議員署名。これまでと今後の展望空港はいらない。静岡県民の会。ありがとうございます。